こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。おっかしいなぁ、最近、あのお菓子見かけないなぁ。どうしたんだ、霊夢。いやね、私がふと食べたいと思ったお菓子があったんだけど、どこの店に行っても売ってなくてさ。なるほどな。あると思ったお菓子が、実は消えていたなんて知ったら、びっくりしたなぁもう、って感じになるよな。でも、実際そういうパターンで消えていくお菓子は少なくないんだ。そう言われると、どんなお菓子がお呼びでなくなったか、知りたくなったよ。わかったぜ。この動画では、いつの間にか消えた、昭和からあるお菓子16種類、について、ランキングを紹介するぜ。よろしく頼むね。あたぼうよ。まず、16位。バブリシャスだ。これは、1979年に発売され、2016年に終了した、アメリカ生まれの風船ガムなんだ。このガムのことは、よく覚えているよ。甘い香りに見合った、すごい甘いガムだったね。その通りだな。漫画に出てくるような、すごい粘りのある風船ガムだったぜ。顔よりも大きな風船だって作れるくらいだった。とても子供に人気がありそうなお菓子のようだけど、どうして販売中止になったの？製造元の、モンデリーズインターナショナルの方針だった。同社の、売り上げの 70% を占めるパワーブランドのみに、注力していくというものだった。ちなみに、その 70% の商品ってどういうもの？クロレッツ、リカルデント、ストライドの3製品だぜ。その3商品なら、私も知っているよ。ライバルが身内にいて中止になっちゃった、ということね。ちなみに、このガムはもうどこにも売っていないのかな？アメリカ本国では現在も販売中だぜ。じゃあ、今度アメリカに行って買ってきまっする。バイナラー。さて、話を元に戻そうか。次に紹介するのは、15位。明治のカールだ。懐かしいお菓子だね。以前は定番だったけど、もう売ってないんだよね。カールは、1968年より販売開始されたんだ。子供のお菓子ながら、イメージキャラクターが農作業姿のカールおじさんだった。CM はカントリー調の軽妙な BGM で、そして締めのキャッチコピーは、お茶の間に馴染んでいたよね。それにつけてもおやつはカール、だったよな。言わずと知れた国民的お菓子だったが、売り上げの悪化で2017年に、全国での販売終了が決まった。市場や顧客ニーズの変化などから、販売規模が低迷していたそうだ。もう、カールは売っていないの？いや、関西より伊勢では引き続き販売されているぜ。カールチーズ味、カール薄味の2種を販売中だ。やった。カールを残してくれた明治製菓、ありがとうガラシ。でも、なんで西日本限定なの？生産拠点を、四国にある子会社、四国明治の生産拠点1箇所に集約したからだ。生産、物流等を考えると、西日本限定にせざるを得なかった。西日本を旅行した際は、絶対お土産で買ってきてほしいぜ。あたぼうよ、でも、忘れちゃったら許してちょんまげ。次に紹介するのは、14位。明治のピックアップだ。1970年に誕生した、サクッと軽い食感と、とろけるような口どけが特徴のスナック菓子だった。これも、私はよく食べていたよ。いや、懐かしいね、時代を先取るニューパワーって感じ。2015年には、発売45周年を記念して、発売当時のパッケージを復刻した特別版も発売された。しかし、カールと時同じくして、2017年に販売終了となった。これも明治製菓の製品なのね。どうして販売終了になったの？明治製菓の、スナックからの戦略的撤退と見る向きもあるんだ。というのは、スナック界全体の販売高が、明らかに低下傾向だからなんだ。どうして、スナック市場が減少しているのかな？やはり、健康ブームが大きいぜ。カロリーや脂肪分、塩分を考慮すれば、真っ先にスナック菓子をやめる、ってことになるよな。なるほどね、そういった社会的なトレンド、考え方の変化の影響を受けてしまっているんだね。ちなみに、ピックアップの販売中止については、特に企業側からアナウンスがなかった。それはどうして？カールの時はかなり話題だったのに。あくまでもカールのケースが特別であり、アナウンスしないことが通常、というのが理由らしいぜ。次に紹介するのは、13位。江崎グリコのパピーだ。私は、このお菓子におまけがついていたのをよく覚えているよ。そうだな、おまけ付きで人気があったのが、このパピーだ。ピンク色のハート型のコーンパフを、いちご味のキャンディでコーティングしていたぜ。おまけについては、女の子用と男の子用があったんだ。まるでアベックみたいなお菓子だったんだね。集めるのに夢中になった子供たちも多かったろうね。どういう違いがあったのかな？男の子用にはロボットのパピーくんが、これはいろいろな乗り物に変身するものだった。そして女の子用には、着せ替え人形のパピーちゃんだった。こちらは、いろいろな衣装を着せ替えて遊べた。まさに、パピーのお菓子を食べながらおまけで遊べる、二度美味しくて楽しいお菓子だったんだね。では、
次に紹介するのは12位。森永製菓のカリントだ。少し香ばしいプレッツェルを、チョコレートで包んだ、軽い食感が印象的なお菓子だった。とにかく、名前が可愛いお菓子だね。そうだな。あと、味が甘すぎないところが魅力で、子供たちから愛されたお菓子でもあった。特にインパクトがあったのが、CM だった。どんな CM だったの？なぜか、お菓子の CM なのに、マッチョな男性が登場していたんだ。なんか、すごいミスマッチね。いろんな意味で大丈夫だったの？このマッチョな男性の踊りが人気を集めたぜ。CM で使われた曲も、レコード化されることになったくらいだ。このレコードの名前が、ムキムキマン体操というものだった。頭に羽飾りをつけて、マッチョな筋肉を動かしながら踊っていたぜ。なるほどね、まさに千万パワーで、への突っ張りもいらない感じだったんだね。お菓子だけじゃなく、CM も人気だったなんて面白いお菓子だね。次は11位。森永製菓のヌーボーだ。モナカの生地の中に、エアインチョコを挟んだお菓子だった。ちなみに、テレビ CM はどんな感じだったの？当時ブレイクしていた田代正史を起用したことで、ヒットにつながったんだ。じゃあ、販売中止は例の事件の影響だったの？いやいや、それは関係ないぜ。ミニモタコも全然関係ないぜ。この商品の特徴は、とにかく可愛いキャラクターに尽きる。そのキャラクターは、商品名と同じくヌーボーというものだった。可愛いキャラクターだね。めちゃ親しみが湧きそう。そうだな、このお菓子とキャラクター、共に大人気だった。でも、なんでこんな変わった名前になったの？のんびり、ゆったり、心のゆとり、というコンセプトだったからだぜ。なるほどね、確かにこのキャラクターを見れば、気持ちが穏やかになりそうだね。甘いお菓子とこのキャラクターは、絶妙なコンビだった。今では、キャラクター戦略として、森永製菓のホームページに掲載されている。人への優しさと、エコロジーを主題にしているんだ。まさに、可愛くて優しいキャラクターに見合った役割だね。ステッカーやリュックサックなどの、グッズも購入可能だ。次は10位。明治製菓のポポロンだ。小さなシュークリームみたいなお菓子だった。シュー生地にチョコレートが入っていて、とても美味しかった。これは子供たちの間で、特に人気があったお菓子だよね。特に、CM はとても馴染みがあったわ。そうだな。ポポロンローンローンローン、ポポロンローン、明治ポポロンのフレーズは、当時を知る人ならよく覚えていると思うぜ。私は、スーパーに行ってポポロンを見つけると、この CM が頭に流れていき頃だったもの。そうだな。特にこのお菓子は人気があったから、発売中止によってショックを受けた人はとても多かったと思うぜ。次は9位。森永製菓のつくんこだ。なんか、これは別会社の製品でクリソツなものを見たことがあるような。確かに、キノコとかタケノコの同じ類のお菓子があるよな。昔は、つくしもあったんだぜ。香ばしいスティックの先に、チョコレートがついているお菓子だった。そうか、つくしの繁殖力はキノコとタケノコ以下だった、ということかな？実は当時、森のどんぐり、杉の子村とか、植物系のジャンルがかなり多く発売されていた。へえ、それは知らなかったよ。ちなみに、CM はどういう感じだったの？もう森永熱うくんこう、というフレーズが印象的だった。当時の子供たちは、当然のように口ずさんでいたフレーズだったぜ。なるほどね。まあ、正直ポッキーがあるから、つくしでなくても大丈夫なんだけどね。おいおい、それを言っちゃおしまいだぜ。許してちゃぶだい。次に紹介するのは8位。江崎グリコの米っ子だぜ。これは、生地を薄く伸ばして焼き上げた、ライススナックだった。ってことは、サクサクとした食感だったの？そうだな。もちろん、味も美味しかったぜ。味付けが少し独特だったんだ。独特というと、どんな味なの？ホタテ醤油味、というものだったんだ。なかなか渋いというか、混ぜた感じがするね。少し濃い味のしょっぱい味付けだった。米から作られていた、和テイストを追求したお菓子だったんだ。なるほど、それで米っ子っていう名前になったんだね。可愛いというか、いかにも昭和という雰囲気が懐かしくて、涙がちょちょ切れそう。次に紹介するのは7位。ロッテの霧の浮き船だ。これはエアインチョコレートだったんだ。なんともナウイネーミングだね。そうだな。当時のロッテは他にも、マリブのさざ波なんていうチョコレートも売っていた。へえ、そんなちょべりぐなネーミングの製品があったのね。このお菓子はとても人気があり、25年間ロングセラーを続けたほどだった。また、生産終了後には、後継としてエアーズというお菓子が発売されたんだ。後継品が作られるということは、それだけコアなファン層があったということよね。そういうことだ。特に、この製品は、エアインチョコレートの先駆けのような存在だった。独特の溶け方や、口の中での食感が、とても好評だったんだ。本当に、ナウイチョコだったんだね。次は6位。梅の花本舗の、元祖梅ジャムだ。
これは、駄菓子屋に行ったら絶対に売っていたよね。まさに、定番商品だったね。そうだな。この製品は、梅の木本舗の社長が考案し、70年にわたってたった一人で製造し続けてきたんだ。たった一人で？すごいな。それも70年にわたってなんて、驚き桃の木山椒の木だよ。残念なことに、高齢化に伴う体の不調や、製造機械の老朽化など、もろもろの問題を解決できなかった。そこで、創立70周年の2017年、12月20日に廃業し、同商品の生産も終了したんだ。こんなロングセラー商品なら、全国に根強いファンがいたはずだよ。それに、この商品を売りたいという企業はあってもおかしくない気がするな。その通りで、事業の譲渡や、レシピの引き継ぎを名乗り出る者もいたんだ。しかし、社長はこれを誇示したんだぜ。そうか、社長がそういう考えだったのなら仕方ないね。でも、とても残念だね。次は5位。江崎グリコのキスミントガムだ。1987年より販売開始した、大人気商品だった。私はこのガムの CM がとても印象に残っているな。女性モデルやアーティストがよく出ていたよね。そうだな。特に、ウォータリングキスミントの CM はスタイリッシュで、当時話題になった。でもさ、どうしてこの商品は販売中止になったの？とても人気だった気がするけど。若者のガム離れが、大きな主な理由だったんだ。他にも、フリスクやミンティアといった、タブレット税に押されてしまった。そうか、タブレットならガムとは違い噛まずに済むからね。授業中に食べてても、大丈夫い、って感じだものね。人気商品といっても、時代の流れというか他の商品の出現で、あっという間に消えてしまうんだね。次に紹介するのは4位。イゲ先生家の、とんがり菓子だ。これは、ビットで攻撃してくるお菓子なの？ララーが乗っているモビルアーマーではないぜ。これは時代をまたいで愛されてきた、昭和を代表するれっきとした駄菓子だ。小さなソフトクリームアイスのような形状で、コーン部分はサクサクだった。これに、クリーム代わりの固まったゼラチンが乗っていたんだ。なるほどね、まるでアイスクリーム、ソフトクリームみたいなお菓子だったんだね。その通りだぜ。サクッとした食感の後に、まるでアイスのように溶けた甘さが広がるのは最高だったぜ。ただ、製造元のイゲ先生家が廃業したことで、このお菓子も販売中止になってしまったんだ。もう、こんなララーみたいな、みんなの母になってくれそうな、甘いお菓子は買えないの？実は、別の企業がこの製品を継続して製造しているそうなんだ。ただ、製法が元祖とは異なるらしいから、完全に同じものとは言えないんだ。そうか、大企業の製品ではないお菓子は、継承できないものがあるんだね。次は3位。森永製菓のチョコフレークだ。2019年の夏までに生産を終了するまで、半世紀にわたって愛された商品だった。そんなロングセラー商品だったの？この商品も、売り上げが減少したのが中止の理由なのかな？その通りなんだ。ロングセラーだから多くのファンがいたし、製造元の森永製菓の社員も、とても愛着があったそうなんだ。ところが、チョコレートのトレンドがリッチ志向に変化したことや、スマートフォンと相性が悪いことが問題になったんだ。確かに、チョコフレークみたいなお菓子は、食べるのに難儀しそう。指に触れるから、バッチーって思う人がいてもおかしくないね。そうなんだ、だからスマホとの相性が悪いというのは頷けるよな。最近では、手が汚れるからポテチをトングで食べる人もいるらしいぜ。競合製品に負けたわけではなくて、ライフスタイルの変化の煽りを受けたのか。お菓子って、意外なものに影響を受けて、おととい来やがれ、ってされちゃうんだな。いよいよ次は2位。明治製菓のサイコロキャラメルだ。これも駄菓子屋でよく見かけたね。あとは、スゴロクをする時のサイコロ代わりにしていたよ。このお菓子は、2016年に生産が中止になったが、現在ではグループ企業の、道南食品から北海道限定で発売されているんだ。じゃあ、私は北海道に移住することにするよ。バイナラー。霊夢はそこまでこのお菓子に愛着があったのか。そんなサイコロキャラメルだが、発売されたのは1927年、10月なんだ。まさかの戦前生まれなの？本当に歴史があるお菓子だったのね。その通りだ。ロングセラーの、明治ミルクチョコレートの翌年だったぜ。サイコロの目がプリントされた立方体で、パッケージで人気を呼べる商品の走りになった。確かに、このパッケージはインパクトが大だね。過去には、コーヒーキャラメル、バターキャラメル、ミルクキャラメル、チョコレートキャラメルなど、多くのバリエーションがあったんだぜ。じゃあ、どうしてサイナラッキョウされちゃったの？明治製菓が、販売不振の中強みを活かせるカテゴリーに注力するため、とのことだった。それでキャラメルカテゴリーをなくしたんだ。企業がカテゴリーそのものを倍ならしちゃったんなら、どうしようもないね。栄えある1位は、明治製菓のカルミンだ。1921年に販売開始した、約90年の歴史を持つ、文字通りの長寿商品だった。
すごい歴史があるお菓子だったんだね。そもそも、なんでカルミンっていう名前なの？カルシウムとミントを合わせてカルミン、だったんだ。なるへそ。言葉の組み合わせだったのか。お菓子が多かった発売当時は、ミントの清涼感を味わえると人気を博したんだ。昭和の商品は、シンプルなネーミングなものが多いね。ミント味のライバル商品が少なかった、というのは意外な感じがする。そうだな。ミントだけでなくカルシウムも添加したことが、大きな宣伝材料になった。栄養菓子という位置づけで売り出したんだけど、発売時のキャッチコピーは、世界唯一のカルシウム入り栄養浄化、だった。なんか、インド人もびっくりなキャッチコピーだな。ちなみに、味のバリエーションはあったのかな？ああ、かつてはココア、パパイヤ、チェリー、イチゴなどがあったぜ。でも、やっぱり定番はミントだった。酔い止め代わりに、遠足でバスや船に乗る時に食べていた人もいたんじゃないかな。以上で、ランキング発表はおしまいだぜ。どうだった、霊夢。どのお菓子も、昭和生まれの人なら誰でも食べたことがあるものばかりだったね。当たり前だのクラッカーって感じで、店頭に並んでいたと思ってたけど、時代の流れとか社会の変化とかで、だんだんと売り上げが少なくなってきたんだね。そうだな。中には、二度と再現できないんじゃないかと思われるものもあるから、懐かしいと同時に、おセンチになるよな。これからは、お菓子を食べるときもっと味わうようにするよ。これで、この動画はおしまいです。よければ、評価やコメント、チャンネル登録もしてくれると嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。